はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。非常に暑い。暑い。これは中西のティータイムですね。ティータイム。中西のティータイムといえば、トミカとアニヤ。トミカはですね。はい。すいません。こうしたくなるんですね。帽子かぶってるとな。はい。トミカこれ。来たかな？小松モータグレーダ GD675-6。ね。すごい。ね。覚えてたわけではございません。裏に書いてあるんです。はい。モータグレーダは、後で読もうか。で、アニヤくじね。動物の子供コレクション。はい。何が出るかな？何が出るでしょう？はい。じゃあ、小松モータグレーダー。GD675-6。これ、いかついですね。ちょっともう。着物の、帯をほどくがごとくね。あに、あ、これ開けないとね。いかついぞ、これ。なんか部品ついてる、ほら。無理だ。こっちで取ろうか、じゃあ。なんか部品。部品。図のように、ボディの穴に、シリンダーパーツを、差し込んでください。シリンダーパーツ、はい、ボディに差し込みます。このように。これでいいのか？これでいいのかな？多分これでいいんでしょう。一旦切ってね。アニア、アニア、アニア、アニアくじ、アニアくじ。おー、豚さんだ。豚さんです。はい、取ってまいります。よし。おー、すげえ。すげえ。小松。ブレードっていうのは、だからこれでしょうね。これが動く。ね。ブレードが動いて、車体左右可動。こういうことか。こういうことですね。ね。何これ、なんか、エビみたいですね。テナガエビみたいな。違いますか？素敵ですね。小松さん。いいですね。なんかコックピットの感じで。これどうなってんの？何これ？これなん、どういうこと？これどういうこと？これ、なんですかね。中に柱じゃないですけど、なんかこの黄色い真ん中のこれ。これ。邪魔じゃない？邪魔でしょ？これ仕方なくこうなってんの。これは、本物はこうじゃないでしょ？でも。本物こうじゃない、本物。本物だってこれ、ほら、見てみ。これトミカさんの、あれだ。都合だ。トミカの都合です。はい、ほらほら、コックピットこんな支柱みたいなの入ってないでしょ。ほら、ちゃんとね、座席もあって、ね、ハンドルもあるような、ね。これちょっと残念ですね。これ動かすためにかな？これの軸のためのこの動かす、こう左右動かす可動を取ったのか。これ、まあでも全体的な見た目はすごいですね。なんかうるさい。ガンガンやってる。誰かがガンガンやってる。誰かがガンガンやってる。ね。ね。テナガエビ的な。ね。すごいですね。見た目。まあまあ。で、豚さん登場。首動きます。子豚ちゃん。ね。首動きます。はい。子豚さん。首が動きます。こんな見た目です。可愛らしいです。はい。お尻はこんな感じです。はい。ね。子豚。首、こうも動きます。上下も動きます。はい。はい、熱い。これ本当残念ですね、これね。この箱に書いてくれたらいいのにね。こう、実物と異なります。それはトミカの都合ですってね。読まないと。モーターグレーダーは道路を作るときに地面を平らにしたり、
道路に積もった雪を取り除いたりする建設機械です。前後のタイヤの間にあるブレードと呼ばれる板を上下左右傾き回転と操作して仕事をします。車体が左右に折れ曲がるので現場に合わせた細かい作業をすることができます。はい、全部こういう説明してくれたらいいのね。この長いシリーズ、高いシリーズは書いてあるんですかね。まあでもかっこいいですね、もうね。竜のような、ね。ドラゴン。ドラゴンボーイ。四十のおっさんですよ。生き方を正さないとね。はい。暑い。そんなことで汗かいてる場合じゃないんですよ。ね。まっとうに行きましょう、僕ね。僕。まあ、ちゅうことで。豚さん可愛らしいですね。ね。まじゃまじゃじゃ、まあ、じゃ、うん。